青鬼プロダクション。おうちロケ企画、おそらんち第1話、パン作り編。じゃぬぬなったのー、みんなこんにちは。大空直美こと、そらそらです。みんな、なんかお家でできる趣味ないかなって思ってる方が多いと、私小耳に挟みまして、私もちょっとお家でできる趣味を新たに発掘してみたいなと思ったので、なんか前企画でパン作ったのが、メロンパン作ったんですけど、それがすごい楽しかったなと思ったので、お家で私もちょっとパン作りにチャレンジしようかなと思って、ちょっと今日は初心者パン作りを、初めてパン作りをちょっとご覧いただこうと思っております。その様子をどうぞご覧ください。まずはこちら、パンをこねる台。こんなに大きいよ。これはパンを切るやつ。柔らかいよ。これは焼いたパンを冷ますやつ。ボウルも持ってきました。材料はこんな感じ。強力粉、薄力粉、ドライイースト、牛乳、水、塩って書いてましたね。これでパンができるんでしょうか。ここまでの準備と動画編集で力尽きてしまった大空直美、果たして本当にパンは作れるのか。次回お楽しみに。おうちロケ企画、おそらんち第2話、パン作り編2。たなななったな。はい、皆さんどうもこんにちは、大空直美です。いやー、第1話、おそらんちいかがでしたでしょうか。結構いろんな人たちが、わー癒されましたーとか、わー第2弾楽しみにしてますってお声があったので、第2話を早速撮っていきたいと思いますが、その前に、実はですね、お気づきの方もいらっしゃるかもしれないのですが、間違いがちょっとあったので、問題のシーンをご覧いただきましょう。こちら、ピン。材料はこんな感じ。強力粉、薄力粉、ドライイースト、牛乳、水、塩って書いてましたね。これでパンができるんでしょうか。お分かりいただけただろうか。材料紹介のところに、多分、砂糖は、あった方がいいと思う。バンということで、他にも、分量測るやつとかも、あった方がいいと思う。バンということで、今回は、第1話の、訂正会でした。次回こそ、パンを作るぞ。まったねー。計らずも、訂正会となってしまった第2話であったが、その日のうちに訂正することができて、ほっと胸をなで下ろしている大空直美であった。3話こそはパンを作るよ。絶対見てね。おうちロケ企画、おそらんち第3話、パン作り編3。ドゥン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 、タナナナッタナーン。はい、皆さんこんにちは。大空直美こと、そらそらです。今日はちょっとですね、おそらんちの収録環境に関しまして、私、気づいてしまったことがあるんだなぁ。それをちょっとクイズにしたいと思います。さて、問題です。ディディン。パン作りの収録環境において、大空直美が、気づいてしまったこととは何でしょう。一緒にこの動画を見ながら考えてね。パン。よし、早速パンをこねるぞ。そう、良い頃みんなは分かったね。パンをこねるにあたって、カメラを固定する道具がないんだー。
なので、ちょっと、昨日それに気づいて、カメラを固定する器具をちょっと自問したので、それが届くまで、おそらんちは、お休み!バーン!ということで、今回は、お知らせ会でございました。バババーン!それでは、次回第4話、こそは、美味しいパン作りでお会いしましょうね。まったねー。お怒りはごもっとも、見切り発車の悪いところが出てしまっている大空直美、反省しています。次回パンを作る。おそらんち、おまけ募集編。カメラを固定する器具をちょっと自問したので、それが届くまでおそらんちはお休み。バーン。お休みの間にちょっとなんかできることないかなと思ったので、ちょっと募集しようかと思っております。それはこちら、よいしょ、じゃん。こんな風におそらんちでは毎回こうロゴをね、こうやって書いてるんだけど、ここのロゴのおうちロケ企画おそらんちっていう、あ持ってない部分を皆さんにちょっと書いていただこうかなって思うんです。おうちロケ企画おそらんちっていう部分をイラスト付きでもいいし、文字だけでもいいし、ちょっとロゴを募集したいと思います。この動画がアップされているつぶやきのリプのところに画像を貼り付けてください。それを大空直美がお家でプリントアウトして、タイトルロゴとして使わせていただきます。なんか毎回変えたいなと思っておりますので、もしよかったら応募してみてくださいね。ということで、今回はお知らせ会でございました。バババーン。それでは次回第4話、こそは視聴者さんのロゴと美味しいパン作りでお会いしましょうね。まったねー。